皆さんこんにちは、ジェントル山本です。皆さん練習の方は、いかがでしょうか。このチャンネルはですね、サックス初心者の方に、練習のヒントになる、または悩みを解決していただけるような、そんなサックス初心者に送る、レッスン動画ということなので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。それからリアルのレッスン、実際にね私とお会いして、サックスを一から学んでみたいという方も、受け付けておりますので、下の説明欄より、リンク先にお問い合わせフォームがございますので、クリックしてください。それから、遠くに住んでいて、神奈川都内にねレッスンに来れないっていう方は、オンラインのレッスンも、受け付けております。こちらは、オンラインで PDF の資料をお送りして、生徒さんが、サックスを吹いているところを、iPhone などで撮っていただいたのを私に送っていただき、私がまたそれを見て動画で返答するというスタイルのものです。プラス、メールでのやり取りで、サックスの悩みや練習の仕方、ポイントなどをお伝えして、練習の、ポイントをねお伝えしていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお問い合わせはお気軽にどうぞ。で、本日はですね、前回、サックスを吹いていて、肩が痛いとか腕が痛いとか口が痛いとかね、いろんなところに痛みを感じる、力が入りすぎてしまうっていう、ことがございましたので、そういった方への、アドバイス、ワンポイントアドバイスというのを、お伝えしていきたいと思います。で、その次は、ブレスとアンブシュワーについて、前回の、手の体の痛みなんていう動画を出した時に、アンブシュは唇が痛いですっていうような意見がかなり、多く、コメントだったりメールをいただいたんですけれども、ここで一つ、皆様にイメージしづらいなって思うところなんですけども、アンブシュはとブレスの関係っていうのがありまして、アンブシュアが痛い方っていうのはですね、極端に言ってしまうとブレスが弱いんですね。ブレスがしっかりと入っていればアンブシュアは必要以上にこう力が加わるっていうことはないんです。で、逆に言ってしまえばアンブシュアが必要以上に加わる力が力んでいるとブレスが弱くなってしまう。弱くなってしまうというよりは、ブレスをそれほど入れなくてもサックスの音が出てしまう。ただしそれは非常にキーキーとしたリードミスも起きやすいような硬い音になるんですね。ですので、アンブシュアがきつくて困っているという方は、まずはレッスンでもお伝えするのがアンブシュアをリラックスするっていう部分は意識するんですけども、ブレスを徹底的に鍛える、ブレスを充実したものをサックスに供給してあげられれば、アンブシュアはおのずと力んでいき、緩んでいきます。まずですね、練習するときに今この時点で力んでる人っていうのはそこまではいないと思うんですよ。だって何にもしてないわけですから。でもサックスを加えていい音を出そうって思ったり、しっかりと鳴らそうって思うと力むんですよね。ですからいい音を出そうって一回思わないで、こう深呼吸をする。最初にやった深呼吸ですね。深呼吸をして、こう楽器に温かい息を入れるような感じですね。この時に音は出ていないわけですから、アンブシュアもそこまで力が入っていない。
この時にアンブシュアをきつくしないで音を出す。ブレスで音を出す。この時にしっかりとした音を出そうと思わないでください。息が入っていることを優先します。これぐらいで構いませんので、ブレスがしっかりと入っていればアンブシュワーの力みはだんだんと抜けていきますので、正しいアンブシュワーというのはその後に作っていけばいいんです。こういったことっていうのはなかなか教則本にも書いていないですし、インターネットのね、ホームページやブログなんかを見てもやっぱりアンブシュワーが大事ですよっていっぱい書いてありますので、やっぱりアンブシュワーから音を作ってしまうっていう方が多いんですけども、私は逆だと思っています。アンブシュワーっていうのは、車で言えばタイヤのようなもので、もブレスっていうのはエンジンだと思ってください。エンジンのない車が走らないですよね。最高級のタイヤをつけていてもエンジンが原付きだったら走りはどうですか、イメージしやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひしっかりとしたブレスを意識してアンブシュワーのリラックスっていうのを、ちょっとやってみてください。でこういったことは、私のレッスンでしっかりとお伝えしていますし、オンラインのレッスン資料にも詳しく書いてありますので、ぜひ詳しく知りたい方は、オンラインのお問い合わせを、ぜひぜひしてみてください。ということでね、体の痛み、リラックスするっていう部分で今日はお話をしてみました。ちょっと長い話になってしまったんですけども、非常に重要なことなので、もしわからないなっていうことがあれば、一番理想はね、レッスンのお問い合わせをしていただくっていう部分なんですけども、遠くて来れないよっていう方は、こちらオンラインの、資料を見ていただいても、かなり詳しく書いてありますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。では本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今後とも、YouTube、オンラインレッスン、リアルのレッスン、皆様のお役に立てるように、活動していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。さよなら。